というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、えー、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお届けします。よろしくお願いします。まずそのね、気になってると思われるのはですね、クランプにつけるアタッチメントの、こういうやつがついてるやつと、まずついてないやつありますよね。マルチパーカッションとか、あるいはドラムをやる方でもですね、その、こういうふうにつけて、スタンドとかに設置して叩くこと多いと思うんですけれども、まあ、もともとは、 こういうふうに手で持って叩くものでありましたと。まあもっともともとの話を言うと、あの牛に、牛さんについているベルがカウベルなので、まあもともと牛についてたものなんですけれども、まあそれをね、楽器にしたのがこういう、えー、いわゆるこれはハンドカウベルとかハンドヘルド、えー、カウベル。あるいは、えー、ラテンミュージック、アフロキューバン系の音楽で言うとですね、えー、カンパナ。 カンパーナとか、えー、ボンゴカウベルボンゴベルといったりします。まあいろいろ名前があるんですけど全部同じ意味です。じゃあまずね手で持って叩くものを紹介します。であの手で持って叩くだけじゃなくてスタンドとかにねつけて使いたいよっていう人ももちろんいると思います。そういう方はあのさっきみたいなねクランプがついてるやつを選んでいただいてもいいんだけれどもそのよりよく楽器を知る 上ではねあのやっぱりこの手で持って叩く方が表現の幅が圧倒的に広いのでまあカウベルちょっと上手くなりたいなとかよく知りたいな、えー、研究したい練習したいいろ、えー、んなプレーがしたいなという方はハンドヘルド手で持てるようなこういうカウベルがおすすめです大体この音程があります大体ねあの C シャープとか B フラットとか何かしらの音程 つけてあることが多いですでこれに対してこっちはちょっと音高くなったと思うんですよ。はい。じゃあ次これ。はい。低くなりましたね。わかりますかねはい。まあこんな感じでこの同じハンドヘルドのカウベルでも。 いいいろろ音の高さがままずありすすっていうことなんですねだからどういう音楽ジャンルをやるかあるいはどういうねグルーブを生み出したいかによってちょっとこの選ぶカウベルがまず変わりますっていう感じなんですねまあ理想的にはねこのハンドヘルド今やったハンドヘルドのカウベルと、まあ、クランプのついているカウベル一個ずつぐらい持っておくといいかなと思うんですけれどもいやそんなにちょっと余裕ありませんと できればまょ、あ、うしたいですという方はクランプがついてるやつを購入して手で持ってやるときはね、まあ、これをちょっとこうきつくこうカチャカチャならないようにするとかテープで止めるとかしてこれを手で持って叩いても大丈夫でございますじゃあ次はねはいクランプできるものがありますとでクランプできるものもこんな感じでいろいろありますと。 で大きく分けてね、えー、ちっこいのと大きいので見分けていただいてければ大丈夫です <laughs>。もうこれ明らかに違いますよ、ね。ちっこいのと大きいの。はい。で、まず大きいのからいきます。えっと、大きいのの買うベルの、えー、種類としては、まあ大きくね、3種類かな。ざっくりお店とかネットで買おうかなと思って選べるのは3種類あると思います。どういう違いがあるかっていうと、この平面、えー、この 画面の部分がまっすぐになっってるものますこれ限りなくまっすぐですよねここが。でもう一個。まっすぐじゃなくてちょっとこう丸みがあるものがあります。はい。これとこれはえー、種類が違います。はい。まっすぐな方はさっきのこのハンドカウベルをそのまま。 マウントできるようにしたものです。だから、これとこれが仲間っていう感じです。ここがまっすぐのやつは、ハンドカーベルをクランプできるようにしたもの。なので、サウンドも、え、限りなくこのハンドカーベルと同じです。一方、この丸みがある方はですね、まあ、え、俗に言うマンボベルとか、え、サルサベルとか、 言われるものでございましてこの丸みを生かしてこの音色のコントロールをするんですねでもちろんこのマウスの部分を使ったりしますけれどもこの丸みがあるとこのスティックの 先端チップで叩くのか、ショルダーで叩くのかっていうね、こういう音色の幅が生まれます。これ平らでもね、まあ、できないことはないんだけれども、こっちの方が圧倒的に叩きやすいです。なので、例えば、えー、ドラマーの方でね、ちょっとこう、カウベルをつけて、えー、叩きたいといったときに、このコンコン、ここマウ,マウスって言いますけども、マウスのね、コンコンの音以外の音が、 いろいろ表現豊かになってほしいっていう場合は、ここは丸いものを選ぶといいと思います。たわんでるやつね。まっすぐじゃなくて。いや、もうコンコンだけでいいわと。コンコンの音がスコンスコンと抜けてほしいっていう場合は、こういうまっすぐなやつを選ぶといいかなと思います。で、3種類あるっつったんですけど、見た目が明らかに金属、鉄っぽいやつと、ちょっとこう、コーティングされてるような、なんか明らかにこう塗装してあるなっていうな。 カウベル、えー、LP でいうとブラックビューティーカウベルとかね名前が付いてると思うんですけれどもまあ、こういうのもありますとこれどっちがいがあるかっていうと、えー、こっちの金属っぽい方がより音の表現の幅が広いですいろんな音が出せるバイオン成分が多い、えー、あるいは、まあ、ちゃんと手入れしないとね自然で錆びる 感じです、まあ、限りなくシンバルとかと同様ですね。まあ金物っていう感じ。で、こういうブラックビューティーとかの塗装してあるやつは基本的に錆びにくい。まあほとんど錆びないと言っていいんじゃないかな。はい。で、音が結構ね、単一的な音。えー、倍音とかが限りなく抑えられて、まあいわゆるこういう感じの音。なんだろう、打ち込みのカウベルの音みたいな。 えーものすごくこう単一的なまああんまりこう <laughs> まあ表現力はないけれども単にねリズムを刻むだけのものっていう感じですはいだからまあおすすめはね金属です金属もう限りなく初心者でとりあえず簡単に音が鳴らせるやつで簡単にリズムが鳴らせるやつっていう場合は、えー、黒でもかっていう感じ黒は どこ叩いても同じような音がするだけれども、まあ、こういう金属は叩く場所によって音が違いますから表現の幅が広いとも言えるし演奏の難易度が高いとも言えますよね、まあ、そういう感じですはいえっと今のでかいやつだったんですけど割とこうやってちっこいのもありますと チャチャベル、チャチャチャベル、えー、チャランガベルとか。ちっこければちっこいほど音程が高くなります。はい。まあこういう可愛らしい音っていうか、まあ見たまんまの音ですね。はい。まあこういうのも、えー、買うベルね、えー。1個だけ買うとしたら、こういう。 レギュラーサイズっていうか大きい方の、えー、大きいカーベルを買うのがいいかなと思うんですけれども2個目とか3個目でカーベルを買う場合とかあるいはちょっとアクセントで使いたいなとちょっと面白い音欲しいなっていうね時はまあこういう,ういチャチャベルなんかを選ぶといいんじゃないかと思いますあ今ねざざっと紹介したのって主にその南米 えー、ラテンアメリカカルチャーでよく使われるようなものなんですけれども要はこれって金属じゃないですかでこういうものってもう世界中にありますだから別に世界中のね、えー、ものを, <laughs> をあえて買うベルって言ってないだけで例えばアフリカだったらこういうアフロベルこういうのありますしまあブラジルだったらこういう アゴゴベルみたいなものものありますといわゆるアゴゴベル的なアプローチをカウベルですることもできるしアフロベル的なねアプローチをカウベルですることもできるまあ逆もしかりという感じであとはねみんながやる音楽に合わせてあ実は自分が出したい音っていうのはこの音じゃなかったあ実は あ、こっちの音でしたっていう方もね、いるかと思うんですけれども、これ、アゴゴベルというベルなので、そういう場合はこっちを選んでいただくといいかなと思います。はい。よし。買いに行こうと。あるいはポチろうと、えー、決めましたというところでね、いつもお世話になっておりますですね、大阪ドラムショップ、えー、ドラム村アクト様のですね、ちょっとページをお借りして、じゃあちょっと店に行ったらどんなのあんのかなっていうのを、これから見てみたいと思います。 はいまあ、こんな感じでお店行ったり、まあ、あるいはネットで調べるとありますで今説明したのでほぼほぼわかると思います例えば一番上の、えー、この一番左のねパールのニューヨークカウベルっていうのと真ん中のちょっと大きいサイズのカウベルで右側の黒いカウベルがあると思うんですけれども、まあ、例えばこの3つ を比べたとしたら、えー、一番左の方が音が高いですし、えー、真ん中のカーベルは音が低い。で、一番右のカーベルは倍音をより抑えたタイプ。で、小ぶりなんで結構音は高めだなっていうのが、えー、叩かなくてもなんとなくイメージできるようになります。はい。まあ、サイズがそのまま音の高さだと思っていただいていいっていうのと、 例えばね、えっと、今、ここに映ってる、ES4 ってあります ES4。右上の、サルサボンゴハンドカウベルっていうカウベルと、下の真ん中、ES15、サルサボンゴハンドカウベル。これ同じじゃんと。両方ともサルサボンゴハンドカウベルじゃんって <laughs>。これ何違うのって。ちょっと、形状が違うのわかりますかまずこれ ES4 出しますね。 はい。ES4 はこんな感じですと。で、ES15 こんな感じです。はい。これサイズほぼほぼ同じなんですけど、この、えっとね、マウスのところ見ていただくと、この幅が違うんですね。マウスの幅が違うと。<laughs> ま<あ>、これ <laughs>、初めて見る人には同じに見えるかもしれないんだけど、これ、 実は違うんですね、幅が。はい。これが ES4 の方です。で、この ES4 の方、ように、えーと、マウスの幅が広い。つまり、口がこう、大きく開いているものっていうのは、音高いです。で、反対にこう、平べったくなっている、えー穴、穴の形がこう、平たくなっているものは、音低いです。立体的にこうね。 広がっているものは音が高いし、えー、下がっているものは音が低いです。たもんで、えー、この ES4 と15だったら15の方が音低いっていう感じになります。はい。で、さっきちょっと触れましたけれども、やっぱりアゴゴベルみたいなものもありますし、こういうカラフルなやつね、えー、ハイピッチジャムベル。 こういうのは限りなく、効果音的な、アクセント的なサウンド。ピンピン、キンキンみたいな音ですね。よくその、ドラムの人がですね、よし、カウベル買うぞってなると、あ、自分ロックだから、ロックカウベルだって言ってね、これ買う方は結構多いんじゃないかなと思うんだけども、まあ、これでもありです。これはよりその単一的な音が鳴らしやすくなった。 まあつまりこの赤いところを叩くような形になるんだけれどもあんまりこうね余計な倍音ヒンヒン成分が少なめでもコッ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 みたいな音になりますとただこの倍音っていうのは自分でねガムテープとかなんかジェルミュートとか貼ったりしてミュートすることによって音色具合を調整できるので実はこういう黒い えー、塗装されたカウベルよりもいわゆるこうう鉄っぽい、まあ、金だったり銀だったり、ねえー、するカウベルを購入して、まあ、ちょっと倍音は出るんですけれども自分でそのミュート具合とかを調整した方が、まあ、いいのではないかなと思います要は自分が出したいサウンドに近くなるっていうか要は黒いカウベルってもう味付けが決定されてる状態 なんですねもうこ,この味です、この味、うちはこの味でいきますっていうのを決まってる感じなんだけれども、えー、で、鉄っぽいカーベルの方はもうちょっと間口が広い、この味もこの味もこの味も出せますけど、どうしますかっていう感じなんだけれども、自分で、えー、調整ができますので、自分で調整した方が、まあ、なんていうんだろうな、音楽に合わせることができるし、楽しいのではないかなと思います、個人的にはね。はい お店に行って、一個一個叩いていただくのがいいんだけれども、まあ、どうしてもね、近くに店ないとか、あるいはネットでも音ちょっとよくわかんないという場合には、そういう判断基準でいいと思います。ああ、じゃあね、迷ってる方に、おすすめなんなのってね、あの、思う方いると思うんですよ。おすすめ教えろよと。おすすめ教えます。一番のおすすめは、えっとね、まあ、もも子もないんだけれども、ハンドメイドです。ハンドメイド製のカウベル。 えっと、今これ出してるのは JCR というメーカーだったり、あと ELH っていうね、ハンドメイドのメーカーがあったり、ゴンボップスっていうね、ゴンボップスはまあ大手のメーカーなんだけれども、限りなくハンドメイドに近いようなカーベルを出しています。こういうのを見かけたら、叩いてみて、気に入ったらもう即買いっていう感じです。 ハンドメイドなんで、まあ、そんなに出回ってはないんだけれども、まあ、とても、えー、こういうカーベルより味があるサウンドになります。で、こういうのを中古で、えー、この JCR っていうのはね、今現行でなかなか新品で見つけるのは難しいと思うんだけれども、たまにね、中古、えー、ヤフオクとかメルカリで出回ってますので、まあ、それで見かけて、え、だいたい、まあ、新品で5000円ぐらいなんですけど、 まあそれより安かったら買いだなっていう感じです。はい。いや、ちょっとハンドメイドなかなか見つかりませんという方は、まあ無難に LP ですね。LP のカウベルで、さっき言ったようにこの平らな方か丸みがある方、まあどっちか選んでいただければいいかなと思います。まあ LP であれば、まあほぼほぼ間違いなしっていう感じ。で、LP のその ES いくつっていう数字が書いてあるのの、 えっと、連番がたいそのアタッチメントついてるかついてないかになります。えー、ES いくつって数字書いてると思うんだけども、例えばこれ ES9 と ES10 なんですけど、これの違いは同じカウベルでこのアタッチメントついてるかついてないかっていう違いだけです。だから、あの、1と2、3と4、えー、5と6、 7と8は、まあ、それぞれ同じものっていうかね限りなくサウンド同じなんだなと思っていただくといいかなと思いますでもカウベルの品揃え豊富な楽器あってなかなかありませんよねさようでございますはい実はそのあのまあそれもあってねあの私は情報発信をしておりますはい、えーまあ、情報発信してね、えー、情報がこう広まればというかそしてまあパーカッションにね興味がある人とかあ こういうの欲しいな、ああいうの欲しいなっていう人が増えれば、必、まあ、然的にね、売る側もたくさん品揃えを置こうかなという気になると。まあ、単純にね、売れないから、あの <laughs> 入荷できないっていう話だと思うんですよ。そんなにね、需要がないから。で、まあ、その需要がね、ある程度あれば、えー、だんだんね、その品揃えっていうの増えていくかなと思いますので、まあ、そういうね、ちょっと未来を期待して、私は情報発信をしております。はい。